真剣な表情、鋭い目。的を狙う人たちが集いました。矢が的に刺さる音。そばにいると恐怖を感じるほどの迫力です。第25回のこの大会は全道各地から33名の射手が参加しました。アーチェリー始めて何年ぐらいになるんですか？33年になります。このアーチェリーの魅力はどんなところで？私は障害者でございまして、義足なんですよ。それでアーチェリーだけは健常者も障害者もハンデがないので挑戦してみたらハマってしまったということですね。3本の矢を射った後、的に近づき、お互いの点数を確認し合います。それではアーチェリーの点数の数え方について、大宮会長に説明をお願いいたします。はい、18メーターの初心者用 の的なんですが、これは約90センチの大きさの的です。でこれは実点的といいまして、印があるんですが、実点、9点、8点、7点、最後、1点で外に出ましたらミスという M という印で表示します。で真ん中は実点なんですが、 X という真ん中、まだ真ん中に小さい印があるんですが、真ん中に X という数字で、これは最終的に順位の同じ点数の同点の時の順位を決める参考になります。ということは真ん中が10点、それから9、8、7、6、5、4、3、2、1、外側はミスということで M という表示で表します。用具の種類がいろいろあるようですが、説明をお願いいたします。ここに標準器があります。鉄砲でいう標準器ですね。それをこれを見て的を見て撃つと、押しで引きで安価という形で引いて安価につけてドンと離す。リカーブと違いまして、上と下に滑車があります。滑車がありまして 40% の力で引っ張ってる。そして飛ぶときは 100% で、最初引くときは強く、それから途中から滑車の関係で弱くなります。で構えてるときはすごく弱く狙いやすいという形ですね。年齢、力のない人は途中からこれが重たいんですよ。だからカクンとなる。シンプルで、目印だとか分かりやすいものをつけちゃ違反になると、そういうことですね。一番お金かかんなくて楽しめるスポーツです。でフィールドっていって山の中にコースがありまして、そこで4種類の的を5メートルから、50メートルまで打ちます。全道大会でも活躍されておると言いますけど、このアーチェリーの魅力っていうのはどんなところにありますか？そうですね、やっぱりこう的の真ん中に当たった時の快感といいますか、やっぱり当たると気持ちいいので、
はい、それが楽しくてやっています。はい、アーチェリーの魅力、どんなところが好きですか？ちゃんと当たったら面白い。そうですか。